ドドンパは1960年代に日本で流行した特有のリズムパターン。ドドンパの演奏例ドドンパの起源については諸説あるが、米国領時代のフィリピンで流行したマンボが源流であるとの説が有力である。フィリピンから大陸に渡ったフィリピンマンボは4拍子の2拍目にアクセントがある特徴があった。1960年。 フィリピンマンボの存在を知った愛情児が、ジャズセッションなどで徐々にアレンジを加えてゆき、4拍目に、ドド、1拍目に、ん、2拍目に、強烈なアクセントを伴う、パ、というリズムの特徴がそのまま、ドドンパになった。ドラムスのカップと、コンガによる、特有のリズムと、シックスコードを多用した火星により、軽快に、演奏される。最初の披露は、京都、祇園のクラブベラミで、 五三クリビの日に、ギオンコウタのドドンパ編曲を舞妓に踊らせたという。その後関西を中心に人気が沸騰し、1961年1月、渡辺真理の東京ドドンパ娘の発売へと至る。この曲の大ヒットで、全国規模のドドンパブームが到来した。この頃、ドドンパの起源をめぐっては、 渡辺マリ所属のビクターと愛情寺所属の定畜との間で論争が起こった。愛情寺はドドンパを一つの編曲技法、ダンスリズムと捉えており、LP、ドドンパ誕生、ドドンパ禁止で、スタンダード楽曲のドドンパ編曲を発表した。そして実際に、ダンスホールやナイトクラブでは、ドドンパ調の編曲がかけられ、ダンスが行われ、さらに楽曲の編曲もなされていた。 さらにトリスウィスキーの CM への楽曲提供は日本初のタイアップ CM とされる。同時期に全盛期を迎えていたロカビリーにおいても a 六スケが LP のジャケットを制作し中村八大も自身のリサイタルでドドンパを大々的にフィーチャーするなど積極的な関わりが見られた。その他ミソラヒバリもヒバリのドドンパをシングル発売するなど 様々な歌手がドドンパと銘打った楽曲を発表し、映画のテーマにもなった。1962年発売の北原賢治、若い二人も代表曲である。ドドンパの歌詞に合わせ足を折り曲げ、腰を落とす踊りも流行した。しかし、東京ドドンパ娘を超えるドドンパソングが登場しなかったこともあり、ドドンパブームは収束を迎えることとなる。その後、 1976年に桜田真子が東京娘を、1992年にモダンチョキチョキズがティーンエイジドドンパを、2004年に氷川清が清のドドンパを出しヒットとなるが、ドドンパブームの再来とまでは至っていない。また、1961年夏頃からはドドンパに、続いてパチャンガスクスクが流行し、さらにチュンガも日本に紹介された。 ありがとうございます。